はい。えー、皆さん、えー、こんにちは。カブくんです。今日はですね、あのー、カブくん史上初、あのー、映画、あるいはアニメの、あのーえー、感想を、ちょっとお話ししたいと思います。最近ね、ディズニーアニメとかディズニー映画にハマっていて、あのー、まあ、フィギュアスケートの選手なんかはね、ディズニーで滑ったりしてて、最近ちょっと、あの、ハマってるんですけど、その中で、あのー、最近は、 美女と野獣とかシンデレラとか、あの、それからスリーピービューティー、眠れる森の美女とかで、ね、えー、見てきたんですけど、で、今日ね、実はあのー、アニメ、えっと、ムーラン、ムーラン、ムーランっていう、うん、映画の実写版の方をちょっと見てきました。で、実はね、一週間くらい前に、え、アニメ、ムーランのアニメの方を見てきたんですよ。うん。なので、ちょっとその感想をちょっと述べていきたいと思います。 フィョット野獣』もアニメバージョンと実写版があるんですけど、まあ、あのアニメもすごくやっぱ面白かったしで実写版はねあのこう野獣のなんか、ね、お城でこうベルが、ねそのうん、あのお父さんの元に行ってしまってであの恋が叶わずにこう泣いて なんかこう、心の叫びっていうのをね、表現する歌っていうのが、アニメにはなかったんですが、実写版であって、そこめちゃくちゃ感動するシーンなんですけど、えとかあったりとか、それからその、ランプとかね、あの、それから時計、おもちゃにされたね、あの、時計とかその、あれが、えアニメの時は、最後の方ね、うん、一旦こう、バラが全部落ちてしまって、まあ、死んじゃうっていうか、あの、固まっちゃうんですよね、うん。で、 あの、じゃあ実写版の方ではね、実写版の方で。だけどアニメでは、あの、それのシーンがなかったんですよ。でも、実写版では、なんかその、なんかいろんなランプが固まったりとか、え、土手が一旦、あの、固まったりとか、いろんなそうワンちゃんが固まったりとか、マ、まあ、ワンちゃんとかそのね、え、なんかいろんな、その、魔法にされたものがね、全部固まっちゃって、めちゃくちゃ悲しいシーンがあるんですけど、そういったものが、 あの、あったりとかして、アニメも楽しいし、実写版はさらに楽しくなったりして、美女と野獣は結構、あの、アニメも実写版もすごく面白くて見ることができたんですよ。で、これはまあ、シンデレラとかも、まあ、あの、アニメも面白いし、まあ、実写版の方でも、まあ、ところどころ、うん、 まあ感想は持ちながらもね。まあアニメはちょっとネズミが結構多かったと思うんで、うん。ぶっちゃけ実写版の方が面白かったなとかって思ったりとか結構あったんですけど、えー、それからあのー、眠れる森の美女はマルフィセントっていうね、感じで実写版がちょっとあったな。まだ、あね、ちょっと違うんですけども、まあそれもそれでまた違ったストーリーになってて、まあそれはそれで面白かったしね。ちょっとまあレズビアンチックな部分が入ってて、なんか逆にあれだね。 うん、そこもなんか斬新だなって思ったんですよね。うん。で、あの、ただね、だから、だから、ムーランもすごく僕は期待をしていたんですけど、ぶっちゃけムーランはね、あのー、アニメ版の方が圧倒的に面白い。うん。ティッシュ版になったらね、なんからちょっと面白さがなくなったりとか、感動することが減っちゃったなって思いましたね。 うんまあ、最初のところも、まあ、トントン拍子に釣りていってしまったし、実写版の方ね。アニメの方では、なんていうのかな。なんか、ありナママの、ムーランのアリーナママの、えー、苦しさっていうところが、こうね、うん、歌われたりとかってのがあって、結構感動するシーンがあったんですよ。うん。だけど、あの、実写版の方ではそんなにそれがなかったので、うん。あの、しかもトントン拍子に釣りてってるしね。だから、 あの結構ね、それがあの、ちょっと、とんと妙子に進んじゃうから、後半の方結構面白くなるのかなって思って見てたんですけども、なんかその、うん。例えば、あの、敵人が、あの、雪山っていうかあのね、わーって攻めてきたて時に、そのムーランがそのね、大きな岩を雪山に投げるシーンとかって、そのシーンなんかも、あのー、まあ、アニメの方は、ちゃんと、まあ、あ ムーランがやったっていうことが、あの、ムーランのおかげで、まあ、救われたっていうのがちゃんと明確に分かったかなって思うんですけど、あの、ぶ、実写版の方では、あんまりその、誰がやったかっていうのが明確にその、明らかに、なんていうのかな、あの、されてないところがあって、ムーランが称えられてない感じがあったので、だからちょっとなんか、 あの、ただ単にムーランが女であるっていうことが分かってしまって、ちょっとなんか失望みたいな感じっていうかびっくりしました的な感じになっただけだったんで、ぶっちゃけアニメ版の方がそこがちょっとムーランの手柄なのに、うん。アニメ版の方がムーランが、ムーランのおかげで一時的にはね、敵人をあそこまでこうやっつけることができた、うん。っていうのが結構あったと思うんで、 あの、すごくその、ムーランに対するその、なんか、だけど、ま、あ反逆罪っていうことで、ま、あしょあの、なんだろう、うあの、追放しなければいけない。でも、あの、まあ、あそして、まあ、あえっと、うん。 味方はね、天皇陛下、まあ、陛下の方に行って、えー、まあ、この、都では、その、たた、たた、えー、たえられるわけですよね。うん。でも、兵士たちは、ムーランが、あの、なんだろう、のおかげだよねっていう心に秘めて、その、お祭りの、とこ行って、こういうふうに、その、ね、馬に乗って歩いてるわけですよね。だけど、実写版の方では、もうそういうシーンがほとんどなくて、 なんていうのかなあの、ムーランはただ単に女であることで嘘をついてたっていうところで、うん。まあ、その後、また物語が、あの、ちょっと変わって、ええー、まあ、見方というか、まあ、味方はその、ムーランを信じて、また行くっていうのがあるんですけど、まあ、そういったところも、あんまり、いちいち感動したかった。うん。いちいちね、感動をしたかったので、まあ、ぶっちゃけアニメの方が、そこがちょっとやっぱり、はっきりしているところが多くて、結構、 あの、ぐさっと刺さるシーンが結構多かったんですよね。それからね、あの、実写版では、まあ、その隊長がね、隊長とそのまあ恋をするっていうところが結構あったと思うんですけど、まあ、そこのところも、例えば隊長のね、うん、お父さんが先にこう敵陣に行ったじゃないですか。で、あの、お父さんの軍が、ま、亡くなってしまって、あの、うわーってこう、焼け野原になってて、そういった、その焼け野原になっているところに、ムーランも含む、えー、まあ、 あのね、まあ、その息子も行くわけですよね。で、そしたらもう焼け野原になってて、ドワーンってなる空気になって、うわーっとそこでし、なんかすごい辛い空気になって、そこで涙、うわーってこう流したりとかっていうのがあったりとか、アニメ版ではね。うん。で、人形を置いたりとか、なんか。 ね、あって、そのなんかこのお父さんの復讐じゃないけど、それを果たすたびになんかまた戦いに行くぞっていうのがあったと思うんですけども、そういったところがね、全然なかった、あの実写版は。うん。そう、全くなんかそういう気になれなかったですね。だから、アニメ版の方がいちいちこう感動したりとか、グッとくるとか、うわーっとこうなんか、緩急があってすごく良かったなって思うんですよね。うん。 だから、実写版はね、ちょっとそこら辺がなくて、いきなりそのまあタカ、ま、鷹鷹の、その、鷹がね、一つだから、あの、アニメ版とは、その、こう、明確な、ちょっとこう、期待をしたところがまあタカ、ま、鷹その敵の鷹が、あの、女の魔女っていうことで、その魔女が、ちょっとこう、ちょっとこう、ムーランの味方にな、なるのかな、とか、うん。なんか、ちょっとこう、で、ちょっと、ちょっとね、感動したのが、ま、最後、ま、最後話しておきますけど、 まあ、ムーランを守るために自分が、あの、やや、実写版では、えー、身代わりになるっていうか、自分が亡くなりましたよね。さバーって刺さってね。うん。それが、なんか、ちょっとこう、考えさせられて、あ、そういうことなんだ、とかなんか、ちょっとこう、その二人の愛っていうのを感じたね。 うん。あのなんだっのムーランとその魔女ね。うん。その敵の魔女ね。の、あの、なんか二人のこう、なんかその愛という、愛じゃないけど、なんか、こう、なんか共存、共鳴しちゃう何かっていうのは感じられたから、そこは良かったんで、そこはね、アニメになかったんで、また違うなとは思ったんですけど、ただ敵と最後のその敵と戦う時だったりとか、それから陛下と、 あの、ムーランとのその、なんだろ、愛っていうのが、そんなに感じなかったですね、実写版の方。アニメの方では、こう、陛下が最後ね、うわぁ、なんか、あの、あなたは国の守りを破って、とか、女のくせに、とか、あ、女なの,のに、国を守り、名誉を破りとか、こんな城までぐちゃぐちゃにして、とか言って、だけど、国を守ったって言って、あそこでこう、感動して、こういう風になったりとかして。 うん。のがあって、こう,うわーっとこう、うお、そこ持っていかれたなって涙うわーなんですけど、実写版はね、全くそれがなかったね。なんか、あのー、一貫して、やっぱり、あのー、最後の方の,おの、お父さんとか家族のところにムーランが戻ってくる時も、やっぱりその、まあ、ムーランの立場がちょっと高さを感じないっていうかね。うん。あのー、いまいちその、ね、なんか、 うん、そのアニメの方ではまあその名誉とか地位とかなんかそれよりも あの、まあ、その剣をわーってお父さんが捨てて、ムーランと抱き合うシーンがあって、そこのシーンにも結構持っていかれて、なんかね、うわーっていくんですけど、実写版は、なんか、やっぱり地位の方が大事なのかなとかね、娘よりもなんかお、なんか、周りの村人もなんか、なんか、うわーってなったりしてるから、実写版の方ね、だからぶっちゃけ、やっぱり実写版の方では、地位とか名誉,の名誉の方が大事なのかなってちょっと感じちゃったりして、でもアニメの方は、それよりも、娘が帰ってきたって、 っていうことがねすごく嬉しいっていうかそれがもっとこう感じられたんでうーんなんかねあんまり感動したかったな実写版はねうんそうそうそうあのー、あんまりこうただねアニメ版最後の方ねなんかこううわーとかお祭り騒ぎになってもうちょっと感動して欲しかったなっていうところもアニメ版の方でもあったんですけどただまあ実写版はそこがちょっとねあのー、まあなんだろう あ,あの、そういったところがちょっとあったので、ぶっちゃけ、そうだなうーん。うーん。まあ、それからね、あの、敵キの、まあ、仲間たちもちょっと今一つ味気なかったかな。 うん。アニメの方がもっとこう、ブワーっていくのすっごい太ってる人がいたりとか、なんかこう、ちょっと癖があったりとかね、なんかもうちょっとこう、いろいろね、あったりとかしてね、あったと思うんですけど、それがやっぱり実写版の方ではほとんどなかったので、うん。だからまあ、しかもフェニックスも出てきたりとかしてね、うん。だからそれそういった意味では、ぶっちゃけ、まあ、あのー、 まあ、魔女の剣は、ちょっと面白かったなって思ったんですけど、他のシーンが、ちょっといちいち感動ができなかったんで、実写版がね、ちょっと残念かなっていう感じはしました。アニメ版の方が、ムーラーは本当面白い。うん。で思います。他のディズニーは、 あの、まあちょっとまだ僕、美女と野獣とかシンデレラ。まあ、シンデレラは、あの、エヴァーアクターを見たんですけど、エヴァーアクターはめっちゃ良かったですよ。あとね、えー、それから、あの、スリーピービューティーまマルエフィセントが実写版。まあ、実写版はマルエフィセントいいのかなまあでもちょっと違うんですけど、もうどっちも面白かった。普通にね。うん。また、それについてはまた今度お話しするんですけども、あの、普通になんかそんな感じで結構面白かったんですが、ムーランは、断然アリニメの方が面白い。うん。特に感動するシーンがところどころどこあったしね。 そう、なんかその、あの、うわーってこう、ふざ、ふざけてこう、ファンタジアな雰囲気があるんだけど、こう、いきなりこう、うわーってこう、戦争のこう、跡地が出てきたりとか、なんかこう、そしてね、敵のね、顔もめっちゃ怖いですよね。鬼みたいな、こう、こう目がね、うん、っていうのあるんだけど、あの、なんかね、敵も今回の、ね、実写版ではあっけなくなくなったりとか、なんかな、なくなり方も微妙だったし、全体的にね、うん、その、なんか、ね、 もうちょっとこう、なんかアニメのファンタジーの、アニメの方では、もっとこうね、男性たちがこう女装をしたりとか逆にね、したりして面白く戦ったりとかあったんで、そういったシーンもなく、まあ味気なく終わった感じがあったので、うん。今一つそのムーランの手柄もなんか中途半端だなってちょっと思ったんで、アニメ版の方が面白いですね。はい。うん。アニメ版の方が圧倒的に面白い。と僕は感じました。うーん。 やっぱりありのままの自分とのその葛藤とあとやっぱり家族の愛家族お父さんからのそのやっぱりこう愛があったというところとかねそれからまあ陛下にこう抱きつくシーンがあったじゃないですかあのアニメ版はねそれがやっぱりちょっとこう思って帰ったりするんでうん実写版はやっぱり地位が地位っていうところがやっぱり大事なのかなってちょっとどうも残ったりとかねうんあったしあんまりこうそう あのそういったところが多かったのでね、うん、はい、っていう感じです。ほんとね、そんな感じでしたね。うん、そうそうそう、ちょっとね、あの急に話したかったたまに映画とかのレビューなんかもちょっとしてみようかなと思いますね。うん。いや、でも、本当になんか、面白かったですよ、でも。面白かったっていうのは、まあ、ね、うん、アニメの方が圧倒的に面白かったなと思いますね。ムーランはね、うん、そうそうそう。 はい。というわけで、皆さんはどうでしょうか皆さんは、ちょっとこれあれですよ。あれ、別に、あの、僕の感想ですからね。あったかも、あるかね。うん。なんで、まあ、ちょっと、そういう感じで、また今度やって、こんな感じ、たまには話していきたいと思います。そう。うん、なんか曲が、やっぱ、アニメのムーランの、その、やっぱりこう、川物に、ね、水、水の水面に映る自分の顔が、これはなんか、ね、うん。 このアリーナママの自分、ちょっとこう、他の人に見えるとか歌ったりね、するシーンもあったりして、うん。そうそうそう。だからまあね、アニメの方が楽しかった。はい、と思います。はい。そう、だから曲はね、本当にね、あの、やっぱ好きですよね。曲は本当に、あの、良くて感動するんですけどね。でも実、ムーランは圧倒的に、他の作品は実写版も面白かったりするなって思うんだけどディズニーね。 実写版、これはアニメはディズニーがやってるのかねムーランのね。ムーラン、ね、ちょっとわかりませんけどね。うん。はい。っていう感じでした。バイバイ。